ゴンタ君の声を担当していた楽器なんですが、面白い音しますよね。どういう風になってるか分かりますか？中にですね、棒が入ってるんです。その棒をですね、布の革なんですか、これは濡れた布、濡れた布でですね、こう摩擦するんですね。そうするとここの太鼓の部分のこの膜がですね、振動するんです。まるでお話ししてるような面白い音ですね。